ああ、いたいた。ほら、受け取ればいいじゃない。何喜んでるのよ、バカバカしい。義理よ、義理。そういうことしなきゃいけない日なんでしょ。通販で適当に取り寄せただけの品だから、ま、社交辞令よ。ラッピング下手で悪かったわね。よくもまあそんな細かいところにケチつけてくれるわね。そうよ、暇を持て余してただけよ。なんせ不老不死だもの。時間だけは有り余ってるんだから、退屈ったらありゃしない。ああ、まったく、どこまでズケズケと。お前、私のこと怖いとは思わないの？カーミラやブラドが相手でもいっつもそんな調子なわけ？ま、そうかもね。吸血鬼だなんて呼ばれてはいても、あんな本物と一緒くたにはされたくないわ。ええ、はっきり言って嫌い。人間たちの伝聞のせいで本来のあり方からさらに変化してるんでしょうけど、そういうところも含めて嫌いよ、吸血鬼は。他の個体がどうかは知らないけど、そもそも私は吸血に欲望や衝動がないし、同列に扱われるなんて真っ平だわ。生物という器に受肉させられてしまった以上、生命力の補充は必要ではあるけれど、周囲に動植物がいれば少しずつエネルギーを共有させてもらうだけで代謝には十分。砂漠の真ん中にでも放り出されない限り飢えを感じることはないわ。まして血の味を楽しむだなんて、考えるだけでおぞましい。はあ？何言ってんの？お前たちの側こそ私にとって天敵なのよ。死なない体っていうだけで私がどんな仕打ちを受けてきたと思ってるの？理解を超えた存在というものをお前たちは決して許さない。海の底も山の頂も徹底して神秘を暴き、征服せずにはいられない。それがお前たちの忠誠じゃないの。それを地の探求心だなんて、よくもまあ。まあ、よほど急速に魔力を集める必要に駆られれば、直接血を飲んで糧にすることもできなくはないわ。そうやって死に至らしめた命がなかったわけじゃない。でもね、私は単独、対するお前たちは70億。どっちが脅威かなんて考えるまでもないでしょう。今さらサーバントとしての契約に難癖をつけるつもりはないけれど、そもそも私たちが相入れない存在だってことは忘れないでおいてね。ここまで話をそらしたのに蒸し返すとか、一体どういう神経してんのよ。